名宝ニュース劇場の入り口名宝文化映画劇場が名古屋東宝に開消後最初にロードショー上映された7人の侍のポスター名宝スカラザのロビー名宝会館11月3日開業2002年12月1日閉館はかつて名古屋市中区坂へ1丁目にあった東宝系の映画館の総称である1935年11月3日 名古屋宝塚劇場として開館。当初は宝塚少女歌劇などの実演と映画の上映の2本立てで、観客定員数は1994席だった。2階には、レストラン、名宝グリル、5階には、アイススケートリンクがあった。1938年2月23日に3階を改装し、名宝会館が開館。 1940年5月23日に、名宝文化映画劇場に開唱した。終戦後の1945年には、西川小井三郎が主催する、舞踊公演、名古屋踊りの旗揚げ公演が行われたほか、同年10月には、並木道子主演、佐々木康監督の小築映画、そよ風が上演されている。 また1951年9月1日には、日本最初の民間放送局であるチューブ日本放送の開局記念番組、浜松風とバラエティショー、歌う CBC が、名宝劇場から生放送された。1954年4月26日、名宝文化映画劇場は、東方放画系風切り館、名古屋東方に改称。 1955年12月23日、増築により、6階に、ヨーガロード召喚、名ホースカラザが、開館、5階のアイススケートリンクは、テナントとして、ダンスホール、ムーンリバーに改築された。名宝文化映画劇場は、名古屋東宝と同じ3階にて再開し、ATG 専門館、名宝文化となった。2階には、ニュース映画専門館、 名宝ニュース劇場がオープン。同時に名宝会館という総称が与えられ、1967年に開館する名鉄東宝とともに愛知県内東宝系のチェーンマスター的存在となった。名古屋市畜作区に所在する畜作成文に書店本店の店長、古田和春は中学1年生だった1965年1月9日に、 パサジェルカ11月と、2層余安な4月といったポーランド映画を、名宝文化で見たという。1969年、この年の2月1日から12月20日まで行った、大幅な改築工事により、名古屋宝塚劇場は、名古屋東方を吸収し、東方方画系風きり館として、再オープン。同時に、名宝文化は、名宝劇場と同じ木座橋に移動。 3階に、ヨーガロード召館、名宝シネマが開館した。1972年5月、名宝文化が閉館。名宝会館は3館体制で、リニューアルオープンした。以降、ゴッドファーザー、スター・ウォーズ、エイリアン、インディ・ジョーンズシリーズ、バック・トゥ・ザ・フューチャー、トップガン、ジュラシック・パーク、タイタニック、日本沈没、 山口も萌三浦智和主演シリーズ、ドラえもんシリーズ、もののけびめ、千と千尋の神隠しなどのヒット作品を次々と生み出した。しかし、1990年代半ばから、近隣のシネコンに客足を奪われ始め、さらに建物の老朽化も進んでいたことから、2002年12月1日、ゴジラとゴジラ VS。 モスラの上映を最後に67年間の歴史に幕を閉じた。名古屋市中心部の東方放画系上映は中日本工業運営の名古屋ピカデリー1月から2016年6月を経てミッドランドスクエアシネマへと集約されている。2004年11月1日、名宝会館跡地に名古屋東方ビルが竣工併設してビジネスホテル。 ロイネットホテル名古屋名谷橋がオープンした。それに先駆けて、ムーンリバーは2003年末、隣接するヒルトン名古屋等のある、アムナットスクエア内の名古屋朝日会館内に移転し、店名も、ウィンターガーデンに改めた。館名、座席数はいずれも閉館当時のもの。最末期は全館とも、ドルビーデジタル対応。サラウンド EX と DTS は、 名宝劇場を除き対応していた。定員946人。東方法画系作品のみを上映。千代田劇場日劇東方を日劇に系列のチェーン。1ヶ月に1作程度の割合で、新作が公開された。定員982人。常に、大作の東方洋画系作品を上映。日比スから座のチェーン。名鉄東方などと並ぶ県内東方系の。 チェーンマスター的存在だった。定員168人。常に、特徴のある洋画と邦画を上映。終盤期には、主にニュート入ホーシネマ系の作品を上映していた。ABC、戦前期日本の映画館写真神戸、名古屋編。NFC デジタルギャラリーナンバー9。東京国立近代美術館。2016年7月29日閲覧。AB。 行動写真集名古屋情熱時代受輪者2009年 ABCD 沢井鈴一第5回映画の街の名宝会館沢井鈴一の名古屋広小路物語ネットワーク20102014年8月28日閲覧古田和春名古屋土地草成文館日本の古本屋メールマガジン東京都古書籍商業共同組合 2014年8月28日閲覧。ありがとうございます。